はい、ユーデックスです。さあ、今回はですね、何をしていくかと申しますと、皆さん、アロエの巨歯、ね、爪ですよね、爪。まあ、歯という言い方もしますが、この爪って何色かってね、ご存知の方いるでしょうか。結構ね、アロエはね、まだまだね、認知されていないね、多肉植物なので、今回ね、この爪に注目をしていきたいんですけど、実はね、めちゃくちゃ爪ってかっこいいんです。で、実際ね、今回、いくつかね、品種を紹介したいんですが、その中でもね、今回この爪を紹介するのは、赤色の爪と白色の爪の2種類を紹介していきたいと思っています。はい。で、今回ね、この2種類を紹介していくんですけど、まあ僕もそうなんですけど、結構ね、アロエはね、好きになっていくと、結構赤い爪が好きとか白い爪が好きっていうね、ちょっとね、パターンが分かれていくと思うんですけど、今日もね、皆さん、このご覧の皆さんが、どっち派なのか、赤爪なのか、白い爪が好きなのかっていうね、皆さんちょっとね、ご覧いただきながら、楽しみにね、待っていただけると嬉しいです。はい。それではですね、いくつか紹介をしていきます。まずね、赤爪です。はい、こちらですね。カスティロリナエというね、品種なんですけど、このカスティロリナエはね、人気な品種ですよね。はい。こちらね、マダガスカルのね、アロエになるんですけど、やはりね、この緑色のね、株色に赤い葉見えますかね。はい。こういった感じで、赤い爪なんですけど、はい。こういった感じで、カスティロリナエはね、こう、アロエをね、好きになる方とか、いろいろとイベントとかでね、結構カスティロリナエが好きっていう方は結構多いイメージです。僕もね、実際ね、イベントとかに行ったりとかして、いろいろとね、いろんなお客様とかのね、お話を聞いてるんですけど、やはりね、カスティロリナエが好きで、という方をね、よく見かけます。で、この間ちょっとびっくりしたのは、カップルでね、彼女さんの方ですね、女性の方が、このね、カスティロリナエが好きになったっていうことで、いろいろとね、お店の方とね、お話をしていたんですけど、結構最近ではね、こういった女性の方でもね、このかっこいいカスティロリナエが好きになる方多いみたいです。でね、やはり赤い爪がね、すごく特徴的っていうことで、このロゼット型にね、どんどんと、この株がですね、この葉っぱ2、3枚ぐらいあるのが、こういったロゼット状にですね、どんどんと、こういった感じで連なっていくというね、タイプなんですが、これもね、僕もですね、こちらカスティロリナエもうね、3年、ね、栽培をしていますが、このね、3年、1年目の時はですね、まだ葉っぱがね、まだ3枚ぐらいでした。でもね、たった3年でこれだけ大きくなります。この赤爪の中でも、このカスティロリナエ、すごく代表的な品種だと思うのでね、皆さんね、よく大注目してみてください。はい、そして次、同じように赤爪、二つ目です。はい、こちらがですね、ゼブリナというね、品種になります。こちらもね、ゼブリナ、結構ね、大きくなると、これぐらいのね、大きさになるんですが、だんだんね、今まだこれぐらいのサイズなんですが、大きくなるにつれてね、回転していきます。はい、そしてね、この爪を見ていただきましょう。はい。こういった感じで。こういったね、模様がついているタイプに、この赤爪がね、すごくかっこいいですよね。はい。こういった感じです。すごくね、かっこよくて、このね、緑色の斑入りのね、タイプに、こういったね、赤爪っていうタイプもあって、で、このゼブリナですね、結構、リーズナブルなお値段で売ってたりするんですよね。いろいろなね、園芸センターとか、最近ではね、結構ホームセンターでも見かけることもあるんじゃないかと思うんですけど、結構ね、高価というよりかはね、結構お手頃にね、手にしやすい品種になります。なので、このね、ゼブリナもね、よく注目をしてみてください。でね、こう、爪なんですけど、先ほどのカスティロリナエとかもね、同じようなんですけど、このね、個体によってですね、こういった爪の長さとか、ね、この尖り具合がね、違うんですよ。なので、皆さんのね、好みの、この爪、っていうのを探すのもね、一つアロエのね、これからの楽しみなのかなと思っています。はい、そして続いてですね、はい、こちらがですね、コニフェラーというね、原種のハイブリッドの、株になります。コニフェラーハイブリッドです。こういった感じですね。こちらですね、こういった感じで、紺色のね、株色に、こういった爪、ちょっとね、こう細かい、先ほどのね、カスティロリナエとか、ゼブリナとは違って、こういった細かい、爪なんですよね。はい、見えますかね。めちゃくちゃかっこいいですよね。はい。
このね、コニフェラはね、結構ね、青っぽい、株色をしてるんですが、まあね、このハイブリッドなので、そのコニフェラのね、血も少しね、受け継いでいるので、そういった感じでですね、この株も、すごくね、細かい、ね、この爪が特徴的です。なので、このね、爪もね、赤色も同じ爪でも、こうね、爪のこの細さとか長さとか、爪の多さとか、もう、それぞれ品種ごとに違うので、アロエっていうのはね、本当に、間近で見るっていうのがね、すごくね、重要なポイントになってます。はい。じゃあね、そして続いてなんですが、まあこれはね、ちょっとね、こちらもハイブリッドになるんですが、はい、こちらですね。こちらがですね、先ほどのカスティロリナエと、またね、原種のコニフェラのハイブリッドになります。はい、こういった感じですね。めちゃくちゃかっこいいですよね。もうね、ロゼット状で連なっていく感じがね、このカスティロリナエがね、血が受け継いでるのかなと思います。結構ね、コニフェラもカスティロリナエもね、すごく爪が強いタイプになるので、こういった感じですね。めちゃくちゃかっこいいですよね。こちらがね、また、ハイブリッドの品種になるんですけど、こういった感じでね、ハイブリッドでもですね、その親同士でこう掛け合わせたものでですね、そのそれぞれの、特徴が出てたりとかして、またね、アロエの面白さはね、同じ交配式でもですね、全然個体によってね、株色であったり、爪とかもですね、そういった色合いが全くね、ちょっと違うので、もうね、自分好みのね、そのアロエを探すっていうのがね、すごく醍醐味になっています。はい。じゃあね、続いてはですね、白色の爪に行きたいと思います。はい。こちらがですね、プラテンシスというね、品種になります。こちらがですね、見えますかね？白色のね、もう先ほどはカスティロリナエとか真っ赤だったんですけど、こちらはもうね、真っ白ですね。すごく綺麗なね、ホワイトですよね。こちらがね、プラテンシスという品種になります。はい。こういったタイプで、またね、白色だとね、また印象が変わりますよね。赤色はね、やっぱり情熱的とか、ね、すごくかっこいいんですけど、白色はね、ちょっと品がある、美しさがあるね、アロエになります。なので、このね、赤色と白色ね、もう今すでにね、僕は赤色です。私は白色ですっていう感じでね、もうすでにね、赤色派、白色派っていうのが分かれてるかもしれないんですけど、こちらね、プラテンシスとかですね、こういった、白色の爪です。はい、そしてですね、こちら。はい、こちらがハオルシオイデスというね、品種になります。こちらがね、すごく綺麗なんですよね。毛並みがね、すごくね、こう、細かいんですよ。はい、こういった感じで、白いね、まあ爪と言いますかね、まあ少しちょっと、まあほぼね、触ってみるとね、すごくね、実はこれ柔らかかったりはするんですけど、はい、まあこういった感じでね、このハオルシアオイデスはもともとね、そんなに大きくならない小型の、アロエになるんですが、小型のアロエでもね、こういった白い爪、ね、白い葉を生えているアロエなんですけど、すごくね、綺麗です。品があります。はい。じゃあね、今回ね、このね、アロエの赤爪、白爪、ね、二種類をね、紹介をしました。皆さんいかがだったでしょうか？皆さんまず赤色派ですか？白色派ですか？手を挙げてください。はい。僕はですね、どちらも好きなんです。もうね、どっちもかっこいいんですよね。やはり赤爪はもうワイルドでかっこいい。で、白爪はね、本当に品があるんですよね。品がある。もうね、ほんと、アロエってすごくね、ここが面白いところで、この爪の色が変わるだけでね、全然見た目が変わってきて、でね、その黒鉢とか、また陶器鉢とか、どれに合わせようかなって本当悩んでしまうぐらいなんですけど、まあ、今回ね、この爪に注目をして皆さんにね、アロエの紹介をさせていただきました。何かね、参考になればすごく嬉しいです。はい。今回ね、またこの動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。